鍵が開いてる。ここにはいないか。あの人が部屋を留守にするときはいつも鍵をかけると思ってたんだが。ん？あれは？これは倉橋さんの。執事のじいさんまでいなくなってるとは、いよいよこの家もしまいまで傾いてきやがったな。しかしこうなるとラストシーンを見逃すのは惜しいって気がしてきたぞ。どうかな。ん？いえ、あなたはラストシーンに立ち会えるかもと思いました。ほう、この事件もいよいよ最終コーナーを回ったというわけだ。で、犯人は誰だとお考えですかな、先生。確信はありますが、今はまだ言えません。言えませんか。まあ、今朝の殺人については他の二つの事件とは分けて考える必要があるんだよね。あの、それはどうしてです？そりゃ、見ての通りだろ。まるでやり口が違うぞ。あら、珍しく意見があったわね。お前、メリーさん。どこへ行ってたんですか？みんな探していたんですよ。現場は見たわ。ところで、和彦君。あなたに、ちょっと話があるんだけれど。今回の連続殺人の犯人は、執事の倉橋さん。ヤンさんとクライドさんを殺した動機は、俺が考えていた通り、亡き主人の息子、和彦さんを守るため、高弘さんまで殺害してしまったのは、遺産を受け継ぐと言い出すのを恐れた高弘さんが、和彦さんを殺そうとしたためか。しかし、まだ続きがある。これは？これでもう、私の果たすべき務めは何もかも終えたと感じております。最後に和彦坊ちゃまにお仕えできたことは私にとっては無上の喜びでした。思えば私はただそれだけを願ってこの島での15年という日々に耐えてきたのかもしれません。目的は果たされました。今は我が人生に一点の憂いさえありません。潔くこの命を絶つ覚悟です。まずい、倉橋さんが。早く探さねえと。どうしたのコナン君。あ、蘭姉ちゃん、カズハ姉ちゃん。なんかめっちゃ慌ててるやん。顔色変わってんで。大変だよ、倉橋さんの部屋にこんなものが。何これ？倉橋さんの遺書やんか。すぐにお父さんと服部君に知らせないと。うん、手分けして倉橋さんを探すようにみんなに伝えてもらえる？そうね、わかったわ。あ、そうだ、蘭姉ちゃんとカズハ姉ちゃんは危ないから部屋にいた方がいいと思うよ。でも、そやな。連絡係がおらんと困るやろうし、捜索は平次たちに任せとくわ。ほな、ランちゃん、行こか。うん。ん？和彦さんだ。なんだか様子が変だな。一体どこに行くつもりなんだ。まさか、倉橋さんと落ち合うつもりじゃ。後をつけてみるか。
倉橋さんはどこに行ってしまったんでしょうね。執事のじいさんまでいなくなってるとは、いよいよこの家もしまいまで傾いてきやがったかな。おとなしくしてろ。話というのは何です？それにどうしてわざわざこんな場所まで呼び出して。あなたのお父様のことよ。父のこと？それは一体。このお墓、あなたのお父様のものだわ。あなたは覚えていないでしょうね。お父様の捜索が打ち切られたあの日、あなたは香港で身寄りのない子供になっていた。ちょっと待ってください。あなたは一体。私なのに。お母様の遺骨を抱えて助手席にうずくまっていたあなたをカオルーンの国際空港まで送り届けたの。お父様の遺骨よ。あなたが今朝いなくなっていたのは。これを探していたの。ここへ来てあなたを見た時からずっと。どうして言ってくれなかったんです？確かめたいこともあったから。ええ、でもそれももう済んだわ。やっぱりこれはあなたには渡しちゃいけないものみたいね。ねえ、あなた一体何者なの？ねえカズハちゃん、やっぱりみんなで探した方がいいんじゃない？そやかて仕方ないや。ヘイジもランちゃんのお父さんも姿が見えへんねんもん。でもコナン君が。大丈夫やて。あたしらもなんかせんと。いつまでもじっとしてなんかおられへんわ。それはそうだけど、メイリーさんみたいに強ならんといつまでも平次の足手まといのままやもん。カズハちゃん、わかったわ。私たちで倉橋さんを連れて帰りましょう。そや、その息やて。メイリーさんがピストルを。やべ、止めないと。どうして？悪いけど、15年前には空港はもう移転済みで、カオルーンにはなかったの。聞いたことない？世界で一番着陸の難しかった空港のこと。あなたは当時11歳だったはずよ。わからなかったとは言わせないわ。まいったな。僕をはめたってわけか。あなたはペラペラと喋りすぎたもの。自分と倉橋さんの関係、15年前の事件のこと。そう、まるで暗記したみたいにね。あの告白の後すぐに席を立ったのも、詳しいことを聞かれてボロが出るのを防ぐため。そうじゃない？誰かさん見直しましたよ、あなたの風水を。しかし言っておきますが、僕は犯人じゃない。そんな物騒なものを向けられるいわれはないと思いますけどね。さあ、どうかしら。倉橋が？うん、みんなで食事にしましょうって。今日は朝ごはん食べてなかったもんね。僕お腹空いちゃった。じゃあ急いで戻らないと。聞いてたの？坊や。え？何のこと？まあいいわ。私たちを探しに来てくれたのね。ありがとう。やれやれ、なんとかこの場は収められたな。しかし
和彦さんは本物じゃなかったのか。なるほど、それで納得がいくぜ。だがそうだとすると推理はまた振り出しに戻されちまう。それとメイリンさんのあの洞察力、あれはどう見たってただの風水師の勘じゃねえぜ。風車の電力を制御する小屋だ。何か分かったか？現場にあった凶器とメイリンさんのナイフとはやっぱり一致せへんかった。あの人一体何者なんだ？メイリンさんの正体か。ようもな、うまく化けたもんやな。
ピストルを携帯し15年前の謎を追う女。あの調査資料は一般人が手に入れられるものじゃない。そして当時両親を亡くした和彦さんを送っていった人物。殺人事件に絡んでいないとすれば可能性は一つしか残らねえよな。そや、あの風水師の姉ちゃん、どうやら香港の刑事みたいだね。それなら墓地の話ともつながる。15年前の事件の謎を追ってかつての上司であるヤンの元に潜り込み、チャンスを伺ってたってわけだ。ところで服部、倉橋さんのことなんだが。倉橋さん、なんだ、ランたちから聞いてねえのか。おうてへんで。俺は手がかり探してずっと外を歩き回ってたからな。そうか。いや、実はな、和彦さんは真っ赤な偽物だったんだ。なんやと。そういうことやったんか。なるほど、これで欠けてたピースがうまくはまったっちゅう感じやな。よっしゃ、ほなまた泣くど。おい、服部、ちっと思いついたことがあるんや。思わぬ時間を食っちまったが、とにかく倉橋さんを探さないと。外で見つからなかったってことはまだこの館のどこかに。何？事件の犯人は倉橋さんだと？でもって自殺しそうだから手分けして探せた？うん、平次兄ちゃんがそう言ってたよ。一つのじいさんが館の中にいるってのは間違いねえの。外じゃ見つからなかったみたいだから、きっとお家の中だよ。確かに館の外じゃ見かけなかったわね。ねえ和彦君。いよいよラストスパートってわけ。しらみつぶしに当たっていこうぜ。そうか、犯人は倉橋さんだったのか。人にはそれぞれ事情ってもんがあるがさ、詮索すんのは後回しにして執事のじいさんを探しに行くとしようぜ。まさか坊やまで私を騙すなんてね。え、あ、いや、あたくし一人で皆さんのお食事を用意するだなんて、倉橋さんはどこに行ってしまったんでしょうね。ねえ、ところで蘭姉ちゃんたちは？それが二人ともいねえんだ。二人ともって、和葉姉ちゃんも？なあ、あちこち探したんだな。本当ですか？倉橋が犯人だというのは信じられません。あの倉橋に限って。何よりもこの家のことを考えていた執事の鏡のような男だったのに。本当ですか？信じられません。おう、坊主が。いねえな、執事のじいさん。ずいぶんと人が少なくなったからか、誰とも会わねえし。坊主が最初だぜ。